嫌なことがあったり、落ち込んだりしたとき、元気を取り戻すコツはありますか？嫌なことがあったり、落ち込んだりするときに元気を取り戻すコツ、コツは知らないですけど、まあ、とりあえず一回寝ますね。寝る。寝る。嫌だからね。嫌だから。寝て、その後日常だったり、こう、自分の好きなことを、まあまあ仕事だったり何だったりを、日常的に少し普段忙しくこなすといいかな、でそこでいいことがあるとそれが帳消しになっていくんで、なるほどね。一回寝て、そうですね、一回ちょっとこう落ち込むというか寝る、体も落ち込ませて、そうですねそんな感じですね。その後仕事をしたり好きなことをやったら、そうですね、なんかこう良かったなと思えるような体験を自分で作るように、そうすると悪かったなと思ったことが、まあ調子消しにはならないかもしれないですけど、まあいいことの思いが、その印象が返ってくるんで、そうするかな、するとこう忘れられるというか、まあ忘れられる、まあそうですね、なんかいいことがあると気分もいいし、気分もいいし、はい、そういうものがどんどん積み重なっていくといいかなと。なるほど。まあ大体なんかこういいこと、いいこと悪いこと考え、ずっと繰り返してる感じですけどね。生活人生の、ね。そうですね、そんな感じですね。嫌なことがあったら、まずは寝てみると。そうですね。寝ますね。寝ますっていうか、なんかこう、休憩する。休憩する。ちょっと、時間を置くという、直近の事例で嫌なこと。嫌なこと。そんなに日常ではないんですが、まあ仕事で結構こう、いろんな様々な人たちと関わるので、まあなんかこう、それは、嫌だなっていうことがちょいちょいあると。そういうことが多いかもしれない。で、それは一回、まあ寝かせて、で、まあいい方向にそれを持っていけるならいい方向に持っていきたいですけど、まあそれ以上に違うこともたくさんあるので、違うものを。に集中するっていうのは、そこでいい思いを、まあ自分でするのはいい。そんなことですかね。なんかこう、やっぱり新しいのを始めるのは、楽しいので。新しいことを始めるのは自分は結構ワクワクするし、それを考えるのも結構楽しいので、何か新しいことが始まる前と、それが始まったちょっと。それこそあのオンラインの料理教室とかも、こうやろうとかやろうって言って、打ち出して、それをやっている最中って結構楽しいです。そうですよね。そうですね。で、それもいずれなんか嫌なことが起こるのかもしれないです。そうしたら一回寝て。でもなんか本当に新しいのを始めながら、まあ、粛々と違うものもやっていくけど、が多いかもしれないですね。新しいことにチャレンジしているときは、楽しいですね。そういうのを考えるときと、やることは。で、それをどうなるかっていう想像をするのも、割と前向きな想像が多いので、だからよりいいんですよ、成功するイメージ。成功するイメージの方が、自分は持ってきがちなので、あんまりそれを意識しないようにはするけどね。しないと、結局いつもまたすぐ落ち込む羽目になる。